はい、どうも、B ショーです。今日は、インアート、ロード・オブ・ザ・リングシリーズの新作、ナズグルについて、フィギュアのプレビューと国内の情報を紹介していきます。普段このチャンネルでは、ホットイズを中心に、フィギュアのレビューやカスタム動画を投稿しているので、ホットイズやインアートといったら、このネジスケールフィギュアに興味のある方、ぜひチャンネル登録お願いします。職務などカスタムラインについては、X だったり、インスタグラムの読みからメッセージをお願いします。ということで、まあ、10月2日から開催されているワンダーフェスティバル、上海の出展に合わせて、まあ、今回、インアートの新作、ナズグリが予約開始されました。もともと去年あたりからイベントでの展示っていうのはあ まあ、予約も開催たということで、まあ、その情報を今回はねまとめていこうと思います。まあ、youtube のチャプター機能を使えば気になる部分に飛ばすこともできると思うので、まあ、是非そういった機能も使いながらこの動画見てくれると嬉しいです。はい、ということで、まずは早速ラインナップから見ていくんですけど、今回大きく分けて2つのラインナップが用意されていて、通常版とデラックス版の2つが用意されています。セット内容として今画面に映している通りになっているんですけど、まあ、大きな違いとしてはデラックス版にはナズグルがまたがる馬が付属しているところが大きな違いかなと思いますね。まあ、後で詳しくは話していくんですけど。まあ今回この馬もかなりサイズ。 大きいと思いますし、稼働はしないものの、かなりまディスプレイとしてはねまあ、迫力があって素晴らしいアイテムになっているのかなという風に思います。細かい部分なんかを見ても、まあかなり精巧に作られてるなという風な感じもするので、本当にまインアートまさすがだなという風に思いますね。まあ、ただ今回このセット内容の注意点としては、このセット内容一覧の右の欄に公式サイト限定と書かれている風化した剣のアクセサリーがあると思うんですけど、まあ、今回この剣については書いてある通り、まあ、一応公式サイト購入者限定となっているようですね。今回残念なことにこのナズグとレゴラスについては、日本国内から予約する場合まあ、公。 経由での予約っていうのはライセンスの関係上不可能になっているので、まあ、今回もソダチトイズ経由もしくはアマゾン経由の予約が最有力になると思うんですけど、まあ、その場合この剣についてはセットに含まれない可能性もあるのかなというような気がしています。でまあセット内容自体はとてもシンプルな内容になっているかなと思いますね。これまでラインナップされてきたインアートのフィギュアと比べると結構付属品が少ないというか、まあ、シンプルな内容になっていると感じました。それではここからフィギュアについて詳しく見ていこうと思うんですけど、まずはまあナズグリル本体から見ていこうと思います。で、まあ今回このナズグリルについては通常版デラックス版ともに同じセット内容になっていて。まあ 付属については先ほど見た通りそれぞれぞで種類や数が変わることととははななないいいいいいいかかうふうにに思思まますすそして見た目自体めめちゃめちゃゃっここねのシリーズのファンの方にはちょっとまあ申し訳ないんですけど僕自身この映画を見たことがなくて今回のこの発表を機に見始めているところなんですけどこの知ってるキャラクターの見た目の中では断トツでこのナズグルがかっこよくてまあ好きだなというふうに思いますねちょっとこれから映画とか見ていけばまたね感覚とか変わってくるかもしれないんですけど一旦これまで発表されている同じシリーズの中についてもこのナズグルについては段違いでかっこいいと思っていてこのフィギュアについてまだ 検討中でででははあるるるんんすすすけけどど、まあね、コレクション加えたたたいいいいなななというふうににに思っっってててますで見見目目自体は全体全的にローブをよこの見た目嫌いな人いるのかなというふうに思いますね。まあ、かなりダークでミスリアスな雰囲気っていうのがこのナズグルの特徴かなと思うんですけど、まあ、今回その様子っていうのをしっかりと再現していて、かなりクオリティも高いものになっていると思います。まあ、その全身のローブについては先端がかなりほつれていたりとかボロボロな姿になっているんですけど、土汚れのウェザリングだったりとかそういったところも見事に再現されているポイントです。まあ、素材については一見、 このようにも見えるんですけど、近くで見た画像を見ると若干スウェードのような質感にも見えるんですよね。なのでもちろんこの衣装のベースは布でできていると思うんですけど、ところどころ革製品だったりとか、スウェードのような高級感のある素材が使われているのかもしれないなというふうに思っています。これまでリリースされてきたインアートのどのフィギュアについてもかなりま高級感があるような素材が使われていたりとか、とても素材は劇中に近いような様子で作られているものが多いと思うので、まあ、今回このナズグルだったりとか、同じタイミングで発表されているレゴラスについてもかなりね、クオリティというところでは保証されているかなというふうに思います。そして今回このローブにはワイヤーも内蔵されているという とことなので、1つ一つの布に形をつけながらディスプレイすることもできると思いますし、このプロトタイプを見る限り、とにかく美しいフィギュアだなという感想ですね。もちろん今言ったような、このローブの全体的なシルエットっていうのも素晴らしいなと思うんですけど、それ以上にすごいなと思ったのは、このアーマーの部分ですね。まあ、肩や足腕についているアーマーだったりとか。あと剣についても今回全て大気圧製のパーツになっているということです。ここ前ならまあありがちかなという風な印象だったんですけど、ここからがもう本当にすごいというかびっくりした。ポイントでアーマーの各パーツはサイズが違う。小さなパーツを組み合わせて構成されていて、100以上の。 レッドと溶接によってこのアーマーがつられているらしいですね。まあ、さらにこのアーマーのプレートについては可動性を確保するために一つ一つの部位が可動するようになっているということなので、まあ、この手間があって、まあ、このクオリティっていうのがまあ本当にまあ素晴らしいというか、まあ、ちょっとま変態的な制作過程になっているかなというふうに思います。で、まあ、可動域についてはそもそもの素材の可動域に依存するとも思うんですけど、アーマー自体はこの分割されているパーツの一つと一つが可動する可能性もあるということなので、まあ、本当にこのクオリティっていうのはすごいなというふうに感じましたね。まあ、さらに制作過程も今回紹介されていて、このアーマー一つ一つの部品 についてはもう一つ一つ研磨してま艶消しにされた後にクローメッキの塗装と黒染めが施されていると書かれているので本当にそういった手間を経てのこういった美しい見た目になっているのかなという風に感じました。最初に見た時もこのマットで冷たいアーマの質感っていうのがすごいリアルでいいなと思ったんですけどまあこの説明を見て納得したというか本当にねそういったこだわりっていうのはさすがインヤトだなという風に感じましたね。ただクオリティはもちろん高いんですけどこのアーマについてはその分懸念点もあるなという風に思っていて先ほども話した通り今かなり細かいパーツが組み合わさって構成されているのでまその分取り扱いっていうのは 十分に注意が必要かなというふうに思いますし、1。塗装ということはまあ表面もまあ結構ザラザラとしたような鎧になっていると思うので、のアーマーの表面にローブが引っかかったり、とかそういったこともあるのかなというふうに思っていますで、もちろんクオリティは高いんですけど、そういった。まあ繊細なフィギュアであるということはね。忘れてはいけないかなと思っているので、ポージングだったりとか、ディスプレイをする際にはそういった部分はね。気をつけるべきポイントかなというふうに思います。まあ,あと、今回こう名付けるというキャラクターで言うと、フードの中がまあ実体のない顔になっていて、その様子も今回しっかりと再現されています。まあ、首元には少し高さがあるような見た目もあるので、まあ、完全に空ではなくて。 何か柱的なものはあるかもしれないのかなと思うんですけど、一応それでも見た目はかなり不気味な見た目になっていて、オーラというかめちゃめちゃ雰囲気のあるフィギュアになっていることは間違いないかなという風に思っています。そして、剣についてはま全体で4本付属しているんですけど、まあ、先ほども言った通り、そのうちの1本については公式サイト限定の剣になっているということで、基本的にどのサイトでも入手できるのはこの3本の剣を入手できるのかなという風うに思います。それぞれ投資の長さだったりとか、手に握る部分の造形も変わっているので、そういったところはいろいろな見た目を再現したような剣になっているのかなと思うんですけど、この剣の刃の表面も。 風化しししたたたたたようなな見た目にっってて、まあ、ていいいりりりととか少し先端が曲が曲、ね、まあ、そういったところもかなり、まクオリティは高いなというふうに思います。でまあ、これらの剣については、先ほど見た通り、ダイキャスト製の剣になっているので、まあ、結構重厚感もあるのかなというふうに思っていて、まあ、そういったところもとてもクオリティの高い作品になっていると思います。この漆黒のローブに、ダイキャストの剣の刃がかなり生えるなというような見た目だと思うんですけど、まあ、こういったところを見てもかなりかっこいいというか、とても雰囲気のあるフィギュアになっていると思います。そして、題材については、インアートではよくあるような、マグネット式の デザインになっているんですけど、台座の床面は四角い形になっていて、まあ、緑と黒のグラデーションがねまあ。結構綺麗な見た目になっているかなと思いますね。まあ、これも何かしら劇中の様子をイメージしているのかなという感じなんですけど、シンプルながらもまとまったデザインの台座になっていると思います。そして、フィギュアのサイズ感としては台座を含んだサイズの表記なんですけど、まあ一応公式には高さが38センチ、横幅12センチ、奥行きが14センチとなっていました。一応高さ38センチという風に書いてあるんですけど、台座を含んだ表記ということを加味してもまあ本当かなという感じはしますね。映画を観ていてもま。 ま大きく見えなかったのと、まあ、ダイスなんてませいぜい2、3センチくらいだと思うので、今回ここに書いてあることが本当だとすると、フィギュア自体かなり大きめのサイズ感になっているかなという風に思います。例えば最近紹介したザバットマンのフィギュアとか、ああいったものだと30センチから31センチな感じになっていたので、それよりもま3、4センチ、5、6センチくらいはね大きいサイズ感になっているかなというような感じがしますね。そしてデラックス版のセットになっていて、ナズグルがまたがる馬についても見ていこうと思うんですけど、まあ、今回このアイテム、まあ、この馬についても本当素晴らしいクオリティだなというふうに感じます。まあ、この馬について 今回稼働しないようなスタチューのようなフィギュアになっているんですけど、左前足を上げていて、今にも走り出しそうな姿を見事に再現した造形になっていると思います。デラックス版のこの馬については、足をしっかり固定できるような専用の台座も付属しているので、まあ、支えるポイントっていうのは少なかったとしても安定感のあるディスプレイが可能かなというふうに思います。体表の毛皮については、実際皮やきが使用されているわけではなくて、造形とペイントによって再現されているんですけど、茶色と黒の毛並みがとてもよく再現されていると思います。まあ、あと、瞳の色は赤くなっていて、少し不気味な雰囲気があったりとか、体表にはかなり大きな裂傷があって、中の 筋肉のよううなな組織が見えてててししままっっいいいるる部分分も今回かかりね造形されとに思いますこういう風に表情がアップになっていて、まあ、こういった口の造形なんかもすごい細かく見ることができるんですけど、ちょっと歯にヒビが入っている様子があったりとか、まあ、細部までかなりクオリティは高いなというような感じています。まあ、あと、今回この馬のアクセサリーとしては、靴輪や手綱、鎧といったものも装着されているんですけど、それらの素材については布や本革、あとは真鍮や合金など、金属素材も使用されているようです。ナズグルのフィギュア自体もアーマーがダイキャストになっていたりとか、まあ、ちゃんとした素材が使われていたと思うんですけど、今回、このデラックス そういったところも素晴らしいポイントになっていると思います。まあ、とはいえ、全体的に造形されているわけではなくて、まあ、この首元の縦紙だったりとか尻尾についてはまあ植毛素材になっているということなので、まあ、こういったところは実際の馬に近いような素材が使われているところもま素晴らしいポイントかなというふうに思いますね。そして、今回この馬についてもサイズ感っていうのは公式で発表されていて、馬自体の高さは高さが 25cm、小幅が 12cm、奥行きが 40cm というふうになっていて、まあ、こういったサイズ感を見てもかなり大きいことがわかるか なと思います。ま、ベースについても高さは4センチくらいあって、縦横20センチ× 2。3センチっていう,う表記になっているので、題材についてもある程度大きさあるのかなという感じがしますね。やはりせっかくデラックス版を買うのであれば、まあ、この馬にナズグルをまたがられた状態でディスプレイするっていうのが一番の夢かなという,う感じもするので、コレクションケースによってはまあ、若干高さが足りなくて、こういう風なディスプレイすることができないかもしれないんですけど、やはりフィギュアのサイズ感っていうのはめちゃめちゃ迫力もあると思いますし、とても素晴らしい説のようになっていると思います。はい、それでは続いて国内の情報を紹介していきます。まあ、今回公式サイ サイトでででではは10 10月月日日から予予約約開始さされれているんですけど国内スタ5時点がました、まあ、一応、この2アートの製品については、公式サイトからの予約もあるんですけど、今回、ライセンスの関係上、国内から公式サイトを利用することはできないようになっているので、予約をする場合は、スタッチ・トイズが最有力になっているかなというふうに思います。まあ、スタッチ・トイズでなかなか予約会されなかったので、どうしたのかなと思っていたんですけど、一応、9月30日から10月6日まで休暇だったようなので、まあ、今回そのせいもあって、少し予約の開始が遅れたのかなというふうに思っています。まあさらに今回スタ ツルを手に入れることもできるラインナップまでオプションとして用意されているので今回全部で4つのラインナップを用意してくれているということで、まあ、詳細を話していこうと思いますということでまあ、タッシュトリー受け付けているラインナップについては計4種類画面に映しているものなんですけど54,500円から10,880 0円の幅で予約が開始されています詳細としては通常版一番シンプルなものが54,500円そこにツルを付けると61,880円となっています、まあ、さらに馬がセットになっているデラックス版では89,500円になっていて、まあ、そこにオプションとしてツルを付けると10 8 0 0円という,ふうな各 なっていましたそして、ま、発売時期については、一応公式サイトの情報が2025年の第一四半期ということなので、もしかすると公式サイトではま10ヶ月以内とかそのくらいにリリースされる可能性があるかなというふうに思っていて、国内スタジオソイズでもま入荷遅くとも、それから半年後くらいには全て入荷して発送されているような形になるかなというふうに思っています。まあ、これまでだったりとか同じタイミングで発表されているレゴラスについては、アマゾンの方でも取り扱いがあったんですけど、まあ、一応今回このナズグリについては、今のところアマゾンの方では取り扱いがないかなというふうに思っていて、まあ、自分が知っている中で現状を信頼できるサイズとしては、 ま、今紹介しているようなスだちトイズだったりとか、海外ワンシックスキット。ま、あとまだ候補段階ではあるんですけど、アマゾンのネイネイショップも一応ちゃんとしてるかなという印象があるので、ま、今回予約を考えている方は、そういったサイトを利用してもらえればいいかなというふうに思っています。ま、今回スだちトイズは一番高くても10万8 0円ということなので、この値段だと一番僕が知っている限り日本の発送にも対応している海外サイトを合わせても、スだちトイズがまあ今回最安値になっているかなというふうに思います。アマゾンの方ではまだ予約開始されていないんですけど、今回公式サイト限定の発言がついていたりとか、そういったこともあると思うので、ま、現状スだちトイズこの その後も最安値のサイトということは変わりないかなというふうに思っています。まあ、あと、海外サイトとしては、ワンシックスキットというサイトがあるんですけど、そのサイトでは通常版が394ドル、デラックス版が690ドルとなっていて、公式限定の剣を付ける場合だと、そこからプラス30ドルとなっていたので、そこを日本円に換算すると、まあ、一番高いオプションでも日本円で10万7千円くらいになっていると思います。なので、そういった価格設定を見ても、育ちトイズの方が6千円くらいは安い計算になっていると思うので、まあ、現状育ちトイズが一番安いサイトになっているかなというふうに思います。まあ、ワンシックスキットに関しては料金の一部を前払いして、 金をリリースに支払いというシステムになっていると思うので、ドル円のチャートに関連したりとか、まあ、海外サイドっていうことの不安もあるかもしれないんですけど、まあ、X で教えてもらった感じだと一番届くのが早くて送料が完全にかからないということなので、まあ、海外サイトの中ではかなり優秀なサイトになっていると思います。でまあスタジストリーズの場合は PayPal もしくは銀行振込になっているんですけど、送料は無料になっていてリリース時期は海外リリースされてから3ヶ月から6ヶ月後というのはこれまでのイメージになっていますので、まあ、スタジストリーズの場合入荷するのは結構遅めかなとは思うんですけど、まあ、実績とかを見てもまあ、個人的には一番 サイトかなというふうに思っています。まあ、そういったことを踏まえて、ストアストイズで予約する場合に一番大事なのは、やはりなるべく早く予約をすることかなというふうに思っています。インアートの場合、生産状況の関係で、まあ、何回かに分けた入荷になっているので、ストストイズでも一気に入荷して発送するというわけではなくて、予約した順番で少量ずつ発送される形になるので、ストアストイズ予約するなら早く予約することが大前提になるかなというふうに思います。というのも、まあ、過去育ちトイズのインヤード製品については、強制キャンセルを食らう,というような事件があって、まあ、インヤードのせいでもあると思うんですけど、たまに予約数をすて確保できなくて の一部が強制キャンセルされてしまうという事件があったんですよね。自身はこれまでダークナイトジョーカーだったりとか、ハザードマンは問題なく届いていたので、まあ、実害はないんですけど、ダークナイトジョーカーだったりとかペニーワイズとかね、まあ、返金などの対話があった上で強制キャンセルすることになったという報告を目にしているので、そこは不安要素の一つとして挙げておこうかなというふうに思います。ただ、当時と比べてインアートの生産体制もかなり強化されていると思いますし、リリースにはばらつきがあるとはいえ、今は改善されている気もするので、まあ、個人的にはスタート1番をしたいかなという風うに思っていますなので、まあ気になる方はね。まあ、そういった。 とかそういったサイトで予約してくれればいいかなと思うんですけど、もしもわからないこととか気になっていることがあればまあ、是非ね。コメント欄とかでコメントいただければ返信したいかなというふうに思っています。はい、ということで、今日はインアートロード、オブゼリングシリーズの新作船作りについて、フィギュアのプレビューと国内の役情報を紹介していきました。僕自身、この映画のシリーズ見始めたばかりなんですけど、フィギュアの雰囲気とかめちゃめちゃかっこいいフィギュアになっていると思いますし、ラックス版のセットになっている馬の車中についてもかなりクオリティ高いと思うので、気になる方はね。まあ、是非早めに予約してみて欲しいなという風うに思います。特にこのフィギュアについては、アーマーのクオリティすごいなという風うに思っていて。 レビューの中でも紹介したんですけど、このアーマーの一つ一つがまあすべて分割されていて、まあ可動するような構造になっていたりとか、そのアーマーや剣についてはすべて大傑作になっているということなので、このキャラクターあまり知らない方でもフィギュアのクオリティとしてめちゃめちゃ楽しめるような内容になっているかなというふうに思います。僕自身まで役を確定しているわけではなくて、このロードオブザリングシリーズについてもこれまでコレクションしてこなかったんですけど、まあ、ちょっと今回こうナズグルについてはそもそも見た目がかなり好きということもあったりとか、このクオリティも先ほど見た通りね、本当素晴らしいフィギュアになってると思うので、ぜ、ま、ひ、あ、コレクションしたいなというふうには思っています。まあ、個人的に利用するとすればや やはり、スタジチ・トイズで予約しようかなというふうには思っているんですけど、ま、ぜひね、皆さんも気になる方がいれば、スタジチ・トイズだったりとか、まあ、海外ワンシックスキットとか、そういったサイトで予約してみてほしいなというふうに思います。まあ、あと、フィニアートについては、先日上海で開催された、ワンダーフェスティバル2024の中で、まあ、新作として、キャットウェマンだったりとか、スネープ先生、まあ、あとは、ロード・オブ・ザ・リングシリーズのソーリンとか、そういったキャラクターについても、ま、今後発表されていくのかなというふうに思うので、ぜひね、楽しみにしたいなというふうに思います。今回、イベントの中で、ベンアフレックのバットマンだったりとか、ダークナイトバンのバ 今後確実にラインナップされるることとは間違いないいななか思っているのでどまた、そういった発表があれば、動画にして紹介していこうかなとは思っているので、ぜひ動画投稿されていたら見てくれると嬉しいです。まあ、あと、最近国内の予約システムとか、ま、ところどころ変わってきている部分もあると思うので、まあ、インアートの予約方法に特化した動画とか、そういったものも需要があれば上げていこうと思っているので、まあ、気になる内容とかあれば、ぜひコメントなどで教えてくれると嬉しいです。では育スタジトイズやワンシックスキット、インアートの公式サイトのリンクについては概要欄にも掲載しているので、気になった方で予約したいという方が あればぜひねそういったサイトもご覧くださいということでこの動画参考になったという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします概要欄に僕の X あったりインスタグラムのリンクもあるのでそらもフォローもぜひよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう